勝利した J テクトスティングス20番都築仁選手にお話を伺います。まずは今シーズン初勝利となりました。今のお気持ちお聞かせください。昨日負けてストレート で今日こうやって 3-0 で勝てたっていうのはすごくチームにとっても、気が楽になったというか、まず1勝取れてよかったと思います。はい、勝利おめでとうございます。さあ今日は全員で声をかけている姿がよく見られましたが、今日の試合全体を振り返ってみていかがですか？そうですね、昨日はやって負けてちょっと試合中も雰囲気が悪かったんで、今日は自分自身で、何か変えようと思ってプレーしたので、それがうまく作用してよかったです。そうですね、そんな中、都築選手はチーム最多の19得点、そしてスパイク決定率は 72% と好成績を残しました。ご自身のプレー振り返ってみていかがでしょうか？他の選手がうまく僕にボールを集めてくれたので、ストレスなく打てましたし、それがその数字につながっていると思うんで、他の選手に感謝したいです。さあそれでは今シーズンはまだまだ始まったばかりです。次の試合への意気込みお願いします。そうですね、まだ始まったばかりなんですけども、ここから勝負は始まってると思うんで、一つ一つ勝利を重ねて最後いい結果になれればなと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれでは最後に、今日は愛知ダービーということで会場にも多くのファンが詰めかけてくれました。ファンの皆様へ一言お願いします。今日はたくさんの応援ありがとうございました。来週は刈谷でホームゲームがあるので、それもぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。次の試合もご活躍を期待しています。今日の VOM J テクトスティングス都築仁選手でした。今一度大きな拍手お送りください。